よろししくお願いします2年連続の受賞、おめでとうございますまず今、受賞の感想を聞かせてくださいそうですね、まああのまあ、南関東はね、あの先ほどもあの話した通り、賞金は高いんでね、必、ま、然、あ、的っていう部分もあるんですけれども、まあ、2年連続取れたことはね、あの素直に喜んでいますし、関係者にかあの感謝したいと思ってます。 取得賞金は一昨年、賞金6億9197万7000円から増やしました、2位の森棋士に1億円余りの差をつけました、この数字はどんな評価をご自分ではなさってますかそうですね、あの勝ちきれは、ね、あの去年の方が勝ったんですけども、んんどうでしょう、まあ、南関東の中でも、ね、リーディング取れなかったですし、まあ、全国でも取れなかったですしね。 うんまあ、賞金は稼いだんですけどもっていう感じがしますんでね、勝利数は一昨年の253勝から219勝に、まあ、少し減って今、今おっしゃいましたように南関東リーディングは惜しくも2年連続なりませんでした、まあ、ご本人、もちろんファンも残念に思った人は多いと思いますが、いかがでしょう。ももちろんんそうと思いますし関係者の皆さんにもね、あのー そうですね迷惑かけてるんで、うんまあ、もっともっと勝ってい,けたい,けいかなきゃだめだなと思ってます残念といえば、まあ、いつもここでお話を伺っていました、川島調教師、昨年9月7日、お亡くなりになりました、えー、今回、特別賞を受賞なさりました、受賞139、総取得賞金89億9887万8000、えー、特別賞の受賞ということですが、三鴨本岸も随分と川島調教師の管理場、受賞を勝ちました、改めて今、どんな思いですか。 そうですねあの体調良くないと、ね、ずっと聞いていたんですけれどもね、ねやっぱりそういう訃報を聞いた時には、ね、ものすごく寂しくなりましたし、本当にお世話になって先生の一人なので、まあ、先生がいなくなった後はね、まはあ、自分らが一生懸命盛り上げていかなきゃいと先週、川崎で行われました第13回佐々木拓海カップジョッキーズグランプリでは7番人気と8番人気の馬で。 2着2本揃え見事総合2位に入りました、まあ、そういった意味では存分に人気のないまでも腕を発揮したと思うんですが振り返っていかがですかそうですね、タケ見カップについてはです、ねまあ、あまり人気もなかったんですけども、まあ、その分気楽に乗れたっていうのも、ね、あって、まあ、いい成績残してたんですけども、ね、やはりここでも、ね、2位という、ね、あの結果だったのでねやはり1位欲しかったですけども、はい、なかなかご自分に厳しいんですね、はい。 <laughs> えー、新シーズン始まっていますが、まあ、昨年、重賞は4つ勝たれまして、えー、アピアで優秀スプリント、それから10月、浦和、埼玉新聞栄冠賞、マイネ・エレーネ、そしてノット・オーソリティで11月、川崎・ロジータ記念、12月には、大い東京・シンデレラマイル、さらにグラディオ・ーボソ・浦和記念2着や、JRA ・カペラステックス・里野大会で2着など、まあ、まさに大活躍だったんですが。 まあ昨年の中で一番印象に残っているレースっていうのはやはりアピアで勝たせてもらった優秀なスプリントなんですけども、うんうん、この馬はです、ね、あの自分がデビューした時からあのずっと乗り続けていた馬で、うんうん、いろんな意味であのずっと競馬をしてきた馬なので、ね、あのすごく、まあ、重賞を勝ったはあは。あのうん いつもよりもうしかったですね。うん、そうですか。ね、あのずっとそのあの同じ馬乗り続けるってなかなかあの三河トキみたいなのあのトップジョッキーでもないと思うんですが、いろんなことをやっぱり段階段階で教えるっていうかレースでそういう感じなんでしょうか、ね。そうですね。うん、まあレースでもそうですし、開始馬も、うん、でもそうですし、うん、あのー、やっぱり一頭の馬をねあの作り上げていくっていうのはレースで、うん、あの本当に難しいことですしね。うん、まあ本当。 最後優秀なスプリント勝ってくれた時はね、だいぶそういう。こともね、覚えつつあった時なので、余計に嬉しかったです。はい。さて、あの新シーズン始まっていまして、えー、今日は。なんか、ここへ来る前に、三つもお勝ちになりまして、はい、リーディング完全にトップでございます。あの、当面のライバルの森木氏より。だいぶ多いんですね、えー。いくつ多いんですかね。七つも多いですね。ええ。 今年の目目標標はどんな目標になにりますすかそうですねやはり3年連続、ね、獲得賞金決勝とですね、うん、やはり南関東での,、ね、あのリーディングも打開しなきゃいけないと思ってますし、うん、全国リーディングもねやはり開催日数多い南関東なのであの本当にしっかりやらなきゃいけないなと思ってます。